まあ、前にも何回も言ったけども、そのミスター斉藤が久保に言ったのが、ああアメリカに帰国させることはできないよ、君の力であってもって、久保が言うか、ああじゃあインセプションと同じぐらいそれは不可能なのかいって言って、その本当に不可能って信じてるだけで本当は可能なんだよっていうのをこう思い出させるために、だってコブはみんなができないって言ってる、そのインセプションできるって信じていて、みんなはできないって信じてる、でも斉藤はそのインセプションもできるだろうし、そのコブをアメリカに帰らすこともできるって信じている、だからコブにその不可能はないんだって、あなたがその本当にそれを望むんだったらそれは叶うんだっていうことを思い出させる、だから精霊役なんだよね、マイティコンパニオン役で。でコブが言った、だったらその証明してくれって、俺がその君のことを信じて、君からその雇われて、その仕事を成して、本当に自分が家に帰れるって言うんだったらそれを見せてくれって、保証が欲しいみたいなこと言ったわけね。そしたらミスター斉藤が、あ保証なんかないよ、ただ信じて飛ぶだけだってわけね、うん、だからその何か見せてほしい、見せてほしい、私があなたからの保証を得て、その保証があるって分かったらその時飛びますけども、その時危ない橋を渡りますけども、でも保証がないんだったら、見せることができないんだったらやりません、やりませんって。でも斉藤が言った、精霊役の斉藤が言った、あ信じて飛ぶだけなんだ、保証なくても、うん、何の保証もなくても保険がなくても信じて飛ぶ。I was wondering, maybe Kent, do you want to share something? Or okay, it's helpful, I think. なんかさっき最初にちょっと来たのは、アリアドネがそのなんでこれで泣くのか分かんないけど、アリアドネがあのコブがその自分の内面をエクスプレッションできるようにその呼びかけてくれたみたいな言葉に、なんか感じるものがあったのと、あと今のその斉藤さんのなんか自分たちができないと思ってることがなんかそうじゃないってなんか教えてくれた場面、ヘリコプターでなんか目覚めとかってなんか本当の幸せとかって言うけど、なんかどっかでなんかできないんじゃないかって信じてるんだなってそれを聞いた時に思って、なんか斉藤さんみたいになんかそれはできるんだよってなんか言ってくれてる人がいっぱいいて助けてくれてるんだなって、なんかなんか自分が本当にできないと信じてるんだなっていうことと、なんかできるよって言ってくれてる人がいるんだなっていうのをなんか感じて、なんかありがたいなって感じがして泣けてきました。